柴さん、お疲れ様楽しかった楽しかったで何が楽しいのセーローバーカー はあ、まあちょっと簡単に説明するとここ最近の私の行動に対して怒られました、まあ、まあここ最近のだけでもないけど風船ありがとうございます Twitter に書きましたけど、今朝の配信、今朝の配信はま,あまた別だけど、あれは。ちょっと、祐クちゃん、ちょっと今、ご存知の方いるかもしれないですけど、ちょっと手首切っちゃいまして、大変危険な状態、危険というかメンタルが。 かなりきてるのでまあお前のせいというかまあそちょっと今朝の流れのからなんで俺のせいかもしれないですけどハートありがとうございます まあちょっと電話とかいっぱいしましたしたんですけどねまあちょっとスケロクちゃんの家族に怒られたことはちょっとスケロクちゃんが過呼吸になったのに俺が多分救急車呼ぶなって呼ばないでいいって言っちゃったみたいなんですけど。 なななんんんであんなこと言ったただみたいなちょっとそれも怒られましたいや俺としてはちょっとやっぱりまあちょっとなんというか付き合ってる時に結構過呼吸になってたんでちょっとまあ俺が何とかするっていうことで呼ばないでも平気かなと思っちゃって言っちゃったんですけど、まあ、ちょっとその判断は間違えましたね。 あと怒られたことはやっぱりまあよっさんに大声で出すのはいいんですけどちょっとスケロクシャんにも俺大声でねちょっと大声でどうなっちゃったんであのそれでちょっとやっぱり過呼吸になってしまったんでちょっとこうまあちょっとお大声というか女,女の子とかにね そんな大声出さないようにしますはいあとやっぱり何だろうちょっと自分の行動をちゃんと冷静に考えろって言われたんでいや俺が悪いですよまああの時まあね いやっさんに対して大声を出すのはいいんだけど俺,俺の場合ちょっとスケロクちゃんにもちょっとガーガー言っちゃったんでやっぱりそれはねあんま良くないというか、まあ、メンタル弱いの知ってるからメンタル弱いの知ってるのに、ね、あんなこと言ったらねやっぱりああなるの、まあ、2年も付き合ってたら分かるわかるのにあのねああいうこと言う 言っ,てしまったね、まあよっさんにぶつかるのはいいと思うんですけどちょっとスケロクちゃんに当たるのはねちょっと違ったなっていう台本じゃないよ今回の当たり前だよ いやそれは反省してますほらもうまだ別れてるながしゃしゃり出るなよ LINE さらされてるって何あ1月のやつさっき見たけどあれは説明するとですね 覚えてる人いるかもし覚えてる人い,いないかもしんないですけどなんかスケロクちゃんと喧嘩した時にですねあの那須さんが来てですね車ででホテルなんかホテルを用意してなんかスケロクちゃんと遊びに行くって言ってたんですよで俺ちょっともう怒っちゃってあの追いかけたりしてたんですけど でなんかナチさんの車の中でねあの本気で俺怒ってると思って行ったんですけどそのなんかさねもうこれちょっと盛り上げた方がいいんじゃないのってなんかナチさんも言ってくれてたんで。 それ多分そういう流れにしたんじゃないかなその時に。台本というか最初は本気の喧嘩だったけど何だろうなその時はまあ台本というか盛り上げようとしてくれたんじゃないかスケロクちゃんが。 まあちょっとその2人のことは分かんないけど <laughs>。うん。あれも台本。台本というか本気で最初は思ってたけどね。うん。今回は本当に別れてる。いや、今回も台本かもしれないね。予算も全部台本に載って。 あのよっさん自体も台本かもしれないね、うん。よっさん自体も全部台本かもしれないね。逆に。本当は俺が別れてなくて、よっさんも協力してくれて、全部、全部俺の配信は全部台本かもしれないね。ほ、うん本当には、よっさんが全部協力してくれて。うん <laughs> スケロクちゃんは自分の意思言うことでんだ、まあ、スケロクちゃんが今ねあれなのはちょっと違う系なんだけど手首切ってますねスケロクちゃんまあその件もちょっと今怒られましたけどスケロクは別れたまあそれは本当なんですけど それはもう台本。吉予算が台本かもしれないね。もう何が何だかわからないよ。本当に。自分も悪かった。いや、昨日は俺が悪いですよ。あの、やっぱり。はっきり言わない。はっきりちょっと言わなかったのもいけないし。まあでも気持ちはちゃんと言ったんですけど。 はい、スケロックの名前ちょっと俺もねもうどうどうちょっとねかなりちょっとこっぴどくきついっすで、ね、怒られるだけっていうか いやかなり叱られたけどやっぱりだって切っちゃってるわけだしスケロックちゃん大丈夫じゃないですね。 バーガー、ガありがとうございます。いや、スケロクちゃんが、ちょっとまあま、あ切ってしまったのは、多分まあ、朝の放送を見てだろ、うだんなんだけど、朝の放送を見てただろ、うだと思うんだけど、まあ、それでやっぱり、ね朝の放送、 あちょっと揉めてたじゃんそのね朝いや俺のしつこさで切ってるとかじゃなくてまあそのなんだろうなまたそのね もうこればっかりちょっとまあ俺が悪いですねでも別れてないのっていうかもうと,とんでもない状況ですね今別れてるものにも 下手したらもう絶縁されるんじゃないかなっていうねかなりスケオクん来てるんでねメンタルワンチャンある もうスケロクちゃんのあんまり名前も出さないようにしようかなうんそれによってさやっぱりねえそれ,よりそれによってやっぱりねあのー、配信やめてるのに話題になってねまあやっぱり スケはメンタルねやっぱり弱い子だからまあ俺もねちょっといや加工芸はいやメンタル弱い子にどうなるの いや確かに、ね、あの時よよさんに俺はぶつかってたんだけどちょっとスケロクちャにも俺言っちゃったん言っちゃってたからねあれで多分過呼吸になっちゃったというかスケロク両もどなってた それはよくないっすね救急車呼ぶなって言った救急車呼ぶなって言ったのはちょっといつもやっぱり俺めあの付き合ってたから過呼吸というのにねちょっとやっぱりなんだろうちゃんと考えて。 呼んだほう、ね、がいいのはあれなんですけどいつもちょっとしてたんで「去形は怖い」。 でもまあ伝えましたスケロクシャんの家族にはまあちゃんとまあよりを戻したいということはねなんですがなんですがちょっととても今そのそういう状況じゃありませんでした。 ツイッターにも書いたんですけど何でしょうかちょっとなんだろうなちょっとこう行動がやっぱり良くないということで 自分で生活しろ間違ってないぞ山い。まあ 間違ってんじゃないハトが来たけど台本になった1月のねまあちょっとだからちょっとしっかりした大人になってスケロクさんに再アタックしたいと思います うんここで諦めたらやっぱり男としてダメだと思うし今の自分はねダメかもしれないけど人間変われば変わると思うし俺がしっかりした大人になってからスケロコちゃんを迎えに行こうと思う。